こんにちは、えのき商店です。今日はタリスカーだけの特別なハイボールの作り方をご紹介いたします。タリスカーはですね、飲んだ時にピリッとした感じ、胡椒の感じが特徴なので、それをさらに生かす形のハイボールになります。ご用意いただくのがですね、タリスカーと、あと強めの炭酸を銘柄で指定しますとウィルキンソンがおすすめです。で、ペットボトルと瓶入りがあるんですけれども、もし瓶入りを見かけたら瓶入りをご購入ください。瓶の方が炭酸が強くなってます。で、あと胡椒ですね。で、そちらを用意していただきます。で、グラスをよく冷やしていただいてですね、まず氷を入れます。そしてその氷にこのタリスカを当てるような形で注ぎ入れます。その後、炭酸をですね、今度は氷に当てないようにゆっくりと流し込んでください。こう氷に当たるとですね、シュワーっとなって炭酸が抜けて、ちょっと刺激が抜けちゃいます。で、その後こう最後に胡椒をトッピングするんですけれども、氷の上にトントンとちょっとだけ落としてみてください。あとは軽くステアして飲んでみていただくといいかと思います。で、レモンを入れちゃうとレモンの風味がこのタリスカーの風味を殺しちゃいますので、胡椒とタリスカーの風味殺しちゃいますので、レモンは入れないようにしてください。ちょっと変わった飲み方のご紹介しました。お求めはこちら、えのき商店のネットショップでどうぞ。